はい、おはようございます。おはようございます。今日は久々の遠征でございます。イエイ。ウェーダーを着て、そうそう、本賀川で釣れたからやっと脱出。そうそう、あ、ルアー取れちゃった、ごめんなさい。今日はあの一世の、シャロークランク、チーラと、GC クランク、もう巻きでやろうと思ってます。自分はね、シンザ 772P、めぐちゃんは最近僕が買ったねハートランド Z に、これナイロンのね6ポンドいい感じのやつの巻いてます。多分すんごい心地がいいと思う、本当に。いう形で今日巻き中心でね、あの2種類買ってますし、いろいろ一斉グッズ持ってきておりますので、他にもいい感じ、とりあえず釣れるように頑張りましょう。はい、本当いい感じやね。はい、じゃこっち、とりあえずまあ好きなように。これあのとりあえずシャロークランクやけどあんま沈まんのよ、うん、だけど様子見ながら、なんか沈み、それでも沈みすぎとうなって思ったらロッドをちょっと立てて巻けば大丈夫やけ、うん、お結構飛ぶね。おおお、すんげえ振動くるねチーラ。あ、速攻ゴミが引っかかった、木が。あ、こっち来たでね、大丈夫やめぐちゃん。いやーもうそれはもう我が力でいかな。仕方ないな。なんかちゃんいいんかい。すごいこれ振動ブルブルくる。うん、すごいね。このサイズでこんだけブルブルきたら、多分めぐちゃん好きやね。うん、全然これ沈まんけさ、あの多分こういうとこはいいと思う。めっちゃ静かやね。うん、めっちゃ来るよ。あ、ほんと。ちょっとあっち行ってみようか。いないですね。いないいない、魚はいません。頑張れ。おお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 そこ、最後ちょっとぬかるん道具気をつけてね、めぐちゃん。いや、上がるときがっちゅう意味よ。気をつければ全然大丈夫。いや、そこ絶対いいって。そこ絶対いいけ。マジで。いや、投げれる。だけにウェーダー着とかんと来れんのよ、ここは。絶対来れんよ。よし、オッケーオッケーオッケー。よしよし。楽園だぜ、そこ絶対に。楽園か、どこまで入れる。いけるいける。うん、大丈夫大丈夫。大丈夫大丈夫。大丈夫大丈夫。うん、俺が来とうやん。そうよ。
うるせえな。怖い、もう皆さん。マジなんでこんなぬかるまんの？なんか途方に暮れたおばあちゃんみたいになったんだ。くれるわこりゃ。この辺から投げたらいい。大丈夫。うん？俺もうちょっとこっち行こうか。うん？どこ？入っとやろね、あこは。うん。だけど多分あのウェーダーないと無理よ、あこも。あの陸が多分なくなっとうと思う。あの一斉のね。おらんのかな、反応ないね。かわいいやろ。うん、結構飛距離出る。多分そのスピニングロッドめっちゃ投げやすいやろ。あのグラム的にもめっちゃあっとんよ。多分巻き抵抗とかもすごい気持ちいいはず。ブルブルブルっていうのが。あ、本当。あ、今なんか追ってきよったね。うん。CC クランクの42かな。これは 1.5 メートルぐらいレンジが入るんで、ちょっと深めを探ってみましょうか。ゆっくり。うわ、トロモがめっちゃつくね。もっと沖を狙ってみます。うん？どこ？いや大丈夫やろ。多分引っかかっても基本草とかやけ、うん、まあ木もあったりするけど、ほとんどが多分草やけ、引っ張ったら取れると思うよ。わあ、それ巻きついとうね。何個？分からん。危ないよね、この木に引っかかっとるのはね。うわうわ、パパってなっちゃったんだ。あ、幹に引っかかっとるね、これ。ダメよ。サーモとか？ん？気をつけてね。難しい。だっけ、こういう時投げる時は
なんかな、結局自分が思っとうよりも飛ぶけあんなことになるわけやん。一回ねこうやって持つやん、シュッチ投げたらやっぱ力が入りすぎてしまうからあんなことになるんよ。このこれでね距離を掴んでいく、わかる？少しずつ投げて、あもうちょっといけるな。違うよ、今私はプラスマを行こうと思ったけど、あそれ、あ上に行きすぎたね。その行ったり来たり引っ張るのやめてくれんかね。そうそう、そこで車止めたね。そうそう、止めれるよ。うん、やっぱあれか、扇風機入れんけど、その可能性はある。あねえ、まずこんなとこ歩けんけね。まず歩けんよ、もうべっしょべしょですよ。うん、ウェーダー様様よ。あそこは多分変わらんと思うよ。うん、あれは変わらんと思う。普通になんかアスファルトっちゅうか、うんうん、ね、岩のあるとこやけ。まあでもちょっとその上に回ってるってことだよね。うん。あ、ここ投げれるわ、めぐちゃん。私でも？投げれる投げれる。多分2人ギリギリ投げれるね。いるかな？もうちょっと沈めさせた方がいい気がするな。もう一個のクランクの方が良さそうやね。深いね。ちょっとここ重めのがいいやろね。ん？うん。これ？うん。あ？あのロッドほどは肝心。あれロッドほどは全然肝心。だからむしろそれであれがどれだけすごいかが分かると思う。普通に巻きよってん、普通に巻いてん、まだ巻いていい、巻いてちょっと揺らして、揺れんの、巻きつけたら終わりやけね、巻きつけたら終わり。ああ、本当俺の忠告を聞かんよね。だけどそうやって巻きつけたらアウトなんよ。だってギュンチ行ったら今うちっちおらんくなったよ。はい、おかえり。なんかあんたそれ着とったらえらいスリムに見えるね。スリムなんだよきっと、本当はスリムなんだよ。そうな、うわ、ここももう完全に降りられないね。降りられないね、深いわ。あーでもここちょっと投げれるくない？うん、ここいかにもなとこやん。ちょっと俺投げてみていい？うん、あんたちょっと危ないかもね、ここ木がめっちゃあるけ、相当引っかかると思うね。ちょっと投げてみる。
女子釣りしようの、うん、よし、ちょっと GC-GN ミノを使ってみますわ。いや、僕はキャストがうまいから。これ見て見て、これミノ見て、今ジャークしようの。厳しいなぁ。はい、ちょっと移動してきました、はい、ちょっと足場が悪いんでね、自分がちょっとだけ打ちます。 GC-GN ミノちょっとね打ってみます。ん？スキッピング？うん、なん？マジ釣りて。姉ちゃん何つけてんのかね。あ、そうそう、あ、いいね。めちゃくちゃいいと思う。あの、そこまで落としたがいいね、極力。ただ木がちょいちょいここ沈んどうけ、それだけは気をつけないかんけど。そこ行ったら楽やけ。そうそう、横のが絶対エクササイズと思って。そう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 、エクササイズやけ。よいしょ。もうワームにしよっかな。よし、頑張るか。全然反応ないね、マジで。せっかくやったら違うとこ行きたいけどね。まあそうやね。もう悔しいね、2人でこんだけワームやって当たりすらねえっち。なんかおらんのかな。いや、それはねえと思う。この辺とかついてそうやけど ね、その下とかえぐれとかマジいそうやけどね。あ、なんか今当たったね。うん、うん、鯉は結構おるね。あ、当たり当たり当たりよ。マジ当たりよ、マジ当たりよ。あ、おるわ。あ、今間違いなく当たり、ギルと思うけど。間違いない。あ、当たった当たった。やばい、そこや、そこ。うん、一番そこ。今一番そこに沈めと思う。ギルやったら絶対乗らんもん。ワームがでかいけ。初めて当たったわ。多分このピロピロのとこに食ってきたいと思う。足痛いね。足
痛い。マジ足痛い。やばめ。あの辺とか。うん。そうそう。あの上から投げれんの？降りれば投げれるやろうけど。一回でもこの間降りたよね。前降りたよ。降りた降りた。いや、全然ダメじゃないと思う。うんうん。はい、えぐちゃん後半戦。はい。頑張りましょう。頑張りましょう。ゴー。ゴー。うわ。うわ。おいしょ。ハートランド持っていくとこじゃねえなこれ。恐ろしゅうて。ああでもめぐちゃんいい感じいい感じ、めっちゃいい感じ。めちゃくちゃいい感じ、めぐちゃん、めちゃくちゃいい感じ、頑張ろう。でね、うん、これ赤松さんがホバストいい位置よって、うん、重りを入れとんよ、うん、だけど普通にあのジグヘッドと同じ感じでやったり、ワームの中に重りが入っとんよ、うん、もうこうやってちょん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 ち、あのなるべく移動距離を抑えてちょん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 したらいい。おらんのかな。じゃあもうラストやね、うん、朝入ったポイント、ね、またちょっと入り直しました。ヘッドヘッドですから。ヘッドヘッドやね。やばい、もうマジ結構回ったよね。全然無やけど、まあ、新鮮で楽しいけど、うん、まあギルの捕食シーン、ほらあこなんかムジムジしよう。捕食シーンは見えたけ、ね、あれ貴重やろ。まず見れんね。あっちからやろっか、うん、とりあえずここね、魚入ってもおかしくないポイントなんやけどね。おお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 大丈夫か。大丈夫よ、サーバー登ったわ。多分もう足に力が入ってない。ここ、ここに立ったらいい。これに、これこれ。ここに立ったら楽やけ。明日は行きたくない。明日は行ってみたい。いやー多分そうと思うよ。入ってこんのかな魚。
んちゃんちょっと奥行ってみよう。なんかやっぱここダメだわ。ダメじゃない？そっち、あ、そっちでもまあ攻めてないか。釣りたいね。そうやね、奥の方がいいかも。釣りたいね。なんでやろ、なんでこんな魚がいないんだろう。いやでもギルは本当におる。うん、こんぐらいのやつやけどね。向こうにおったね。うん、そうそう、全く同じサイズ。うん、おらんおらん、魚はちゃんとおる。あ、ほらめっちゃギルが集まってきた。わかる？波紋がしたの。あそこギルがおるんよ。あ、引っかかった。うん、わあ引っかかった、最悪。おい、マジかよ。最悪、やっぱ重い毛か。うん、うわー、取れん、はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。水の中でとっても疲れまして、マジもうどうしても釣りたくて、でもうせっかくね遠征してきたし、マジでねめちゃめちゃ頑張ったんですよ。ね、いろんなとこ行ったのにね。いろんなとこ行った、うん、いろんなとこ行ったんやけど、基本魚がいない。おったとしてもほんとこんぐらいのギルがちょろちょろっちょるぐらいで、見えバスは一回も見えなかったですね。厳しかったね。まあ、でもちょっとギルちゃんの反応は私は見れたけど、うん、そうやろ。で魚がねシューッとりあえず見に来るっていうのは分かったやろ。見に来るけど食わないんですよ、うんうんうん、面白かった。そうそう、あれは大川川では味わえないから。そうだから意外とね簡単に食うわけでもないんだよね、うん、そうおるけど興味は示す、そう興味は示すけど、ふーんみたいな感じですぐどっか行くよ。ふーって来てパーって散っていく。そうそう、散っていく。そうそう、だけど意外とね面白かったけど、あんな感じだけど、魚おるんだけど当たりはないっちゅうのはねあり得る。ただ今日に関しては本当にちっちゃいギルしかいない感じやね。バスは本当去年ねここ来た時はね、ミニバスめちゃくちゃ見えてたんですよ。ちっちゃい、水がすごいけね。そう、水かさんまあ多いけね。だってここ歩けたもん。そうそう、まあ、水位も全然違うんでね、うん、あれですけど、まあ久々このウェーダー来てね、うん、まあいろんな釣りできたんで、まあ、よかったです。ただもう多分
すごく疲れてるから、ね、やばいね体が足フラフラなりそう。坊主で申し訳ないですけど、すいません。あとなんか九州でね、なんかいい場所あったら、そう7月ぐらいにまたちょっと行きたいなって計画してるんで、なんかここ行ってみたらみたいなところがあれば、ぜひ教えていただけたらと思います。はい、よろしくお願いします。お願いします。じゃあまた次回も見てくださいね。はい、頑張ります。よろしくお願いします。ありがとうございます。お疲れ様でした。